はい、皆さんこんにちは、村長です。昨日アイドトープのオゾンとネクターというボーカル用のエフェクター、これが最新版にアップデートしました。オゾンは11、そしてネクターはバージョン4というのになりました。僕はバンドルシリーズのミュージックプロダクションスイーツというのを持ってまして、8月の6日前後ぐらいにバージョン4からバージョン 5.2 というのにアップデートをしたんです。アップデートしたところなのに、またミュージックプロダクションスイーツがバージョン6になってしまったんです。まあ1ヶ月ということなので、8月以降に購入したものは救済価格というのがありまして、それが7700円で購入することができるようになっていたので、ちょっと助かりました。でも思わぬ出費でした。こんなに早くなるというのは、まあ価格がかなり下がっていたのでですね、近いうちにアップデートがあるかなと思っていましたけれども、それ以前にした人も、そしてそれ以降にした人もプラスのお金がいりますので、ちょっとこれは残念なアップデートだったんですけれども、こうやって解説動画なんかをやっている加減上、購入したからには最新版を持っていないと皆さんにお伝えできないということもありまして、思い切ってバージョン 5.2 もアップデートしたんですけれども、正直僕はしばらくアイゾトープの商品をあまり使っていませんでした。それでも最近になって、いや、やっぱり使おうと思ったのはオーディオレンズというソフトがあったからです。このオーディオレンズというのはリファレンスができます。自分の好きな音楽、こんな音にしたいなというのに近づけることができるので、この機能は本当に素晴らしいと思ったので、もう一度アイドトープを見直したというわけです。じゃあ早速本題に入っていきましょう。アイドトープのネクター4は、僕の場合はアドバンスですから、ここにこんなにたくさんネクター4のなんとかというのがいっぱいありますけれども、基本は何もついていないネクター4、これを入れることになります。エレメンツの方はエレメンツを入れることになるんですが、今回はスタンダードもしくはアドバンス、それでの使い方とか画面がそういう構成になっていることはご承知ください。ではこれを入れたいと思います。はい、この時点では見慣れたような雰囲気はあるんですけれども、アシスタントモードというのはこの状態です。これで音を鳴らしますが、全くやっていない状況のものを聞いてください。いわゆる元の音です。全くこのトラックにエフェクトはかかっていません。最近使っている生徒さんのボーカルです。優しい心思いやる、はい、こんなようなボーカルにネクターで処理していきたいと思います。まずはこのソフトをアクティブにしまして、そして音を流すと真ん中の機能が反応して分析をやったりしながら音作りを AI がやってくれます。じゃあ音を鳴らします。優しい心、分析をしています。あなたの熱い胸に、少し時間がかかります。今までより時間がかかるようになってしまったかもわかりません。作ろうと一を眺める白い花、花夕はどこに咲く、優しい心思いやる、あなたの熱い胸に咲く平和な世界作ろうと一を眺める白い花、
はい、こんな感じになりましたが、 CPU パワーが案外いります。僕の場合は配信用のパソコンでやっていまして、DTM 専用パソコンではないんですけれども、まあメモリーが 16GB の Windows i7 なんですが、ちょっとこれではたまにですね、音がプチプチいったりとか、そういう部分もあります。ですから、使用期間というのがあるのでですね、それで試してから導入されるのも一つではないかなと思います。それでは本題に入っていきますが、今日はサムネイルにも書いたようにハーモニーの機能だけをお話しするんですが、アシスタントでできたこの今の画面、これをざっくりだけ話します。真ん中の上の方にバランスとかこういうプリセットがあるんですね。歌用のプリセット以外にもラップモードとか、はい、これはトークモード、スピーキングですね、こういうのがあります。基本はこのシンギングのバランスでいいと思うんですけれども、ここにプリセットがあるということです。そして真ん中の絵はですね、今分析した大体のイコライザーラインというのがこのように出ています。そして真ん中の下、これが一番わかりやすいパラメーターですけれども、ステレオ幅、これを決めれます。まずこれをちょっとやってみましょう。上げていきます。どこに咲く優しい心思いやるあなたの熱い、下げます、胸に咲く平和な世界、はい、ちょうどいいところ狙います。はい、これがステレオ幅です。そしてこのシェイプというのがですね、どちらかというとイコライダー的なものでして、右に大きく回すとツヤっぽく高音が強調されたようになります。ちょっとこれを実験としてお見せします。今この状態をイコライザーで見ておいてください。 EQ1 はこういう感じですし、イコライザーの2はこんな形です。これをよく覚えておいてください。そして今度はこれを思いっきり変えます。すると見てください。このように低域が思いっきり下がって、そして中域が思いっきり疲れていますね。このようにイコライザーが変化しているわけです。ですから中域から高域にかけて、いわゆるボーカルのあるところと、そして倍音成分、これが上がります。サウンド的にはこんな感じです。浜湯はどこに咲く優しい心思いやるあなたの熱い胸に咲く平和な世界、はい、今度はその下にミックスとインテンシティと書いてあるパラメーターがあります。ここの上にあるのが、一番左がリバーブです。その次がディレイです。そしてここにディメンジョンというパラメーターが3つ目です。ディメンジョンというぐらいですから、ダブリング的な効果があります。これを入れる入れない、その入れた時にミックス度合いを上げる、こっちはドライという感じで、上が強さみたいなものになっているようです。ですからこの一番上の角が一番効果が強くなります。ちょっとこちらの方から斜めに上げていきます。リバーブも強くなります。今はリバーブだけが入っています。優しい心思いやるあなたの熱い胸に咲く、ディレイもかけます。平和な世界作ろうと
リメンジョン入れます。はい、これが下にあるミックスとインテンシティのマトリックス指定のパラメーターです。今度は右の上に行きます。このインテンシティはどちらかというとコンプのような感じで音圧が上がったりするみたいです。今日は皆さんごめんなさい、僕はファーストインプレッションということなので少し間違ったことを言ってしまうかもわかりません。その辺のところは勘弁してください。このインテンシティは先ほどテストをやってみたところそんなに音圧が上がったりするわけではありません。上げます。はい、パワーというより存在感みたいなものがちょっと強調されるかな、そんな感じに思います。そしてここなんですけれども、今日お話しするボイシーズ、いわゆるハーモニー、そしてバッカーというのがありますが、これはですねどっちかというとボイスチェンジャーみたいなことなので、お遊びみたいな音楽もしくは EDM、 そんなようなものでないと普通のポップスではあまり使えそうなものではありません。このアシスタントモード、それでやるときにはこれではこのパラメーターを触ることができないんです。それはこの個別のモジュールモード、これでですねここにボイシーズというのがあります。これがオンになっていないとここが操作ができないという連動した関係性があるということを覚えておいてください。いくらやってもこれ動きませんのでですね、まずこちらでオンにしないことにはダメだということです。この左右のボタンを動かすとプリセットが変わります。そしてハーモニーの音はこれで変えます。ちょっとやってみましょう。今はユニゾンモードです。オクターブ、はい、ユニゾンとそしてオクターブ、それしか変えれませんでした。それも連動してるんです。まあ通常はそれだけでいいわけですけれども、ここがそういうふうになっているからでして、その詳しい使い方自身はこれから説明をしたいと思います。ではボイシーズの使い方について説明をしていきます。まずは左でキーを指定します。例えばこれは C メジャーでしたから、ここでメジャーの中の C というのを選びます。そうしまして次はここで音の高さというのを選びます。特別なバリトンのような低い声、そういう時はローにしたり、このハイというのはソプラノ、高い声の人の場合はそういうのを選べばいいんですが、おおむねはこのミディアムで使えますのでこれを使ってみてください。次にやることはここでプリセットを選びます。画面がこのようになってられる方はこの6個の点ですね、ここを押すとこのモードになりますので、このモードにしてから鉛筆のマークを選択します。そして今はプリセットがユニゾンになっていますけれども、これを変えてみてください。そうしまして白い丸がメインボーカルです。そして下がマイナス3度とかマイナス4度とか、こういろいろ混ざってますよね。例えばこの3度とかこの6度5度、こういうのをですね一旦は削除します。これも一旦削除しますね。例えばこのようにして3度上とかいうのを
追加することができますし、下の場合でしたら5度下、このようにして追加することもできるんですけれども、一個一個も修正ができます。例えばこれはドの音が来た時、ここですね、ドの音が来た時に高い方はミの音が鳴って、低い方は下のファの音が鳴りますよ、というようなことがこのキーボードのところで確認ができるわけです。もしいらなくなったらこれをバッテンして、また今度は下3度、これを追加します。このようにハーモニーを追加したり、あとはユニゾンというのを追加したりというのもできるわけです。このようにして新たに自分用のプリセットというのを作ることができるようになっています。そして作り終えたら、ここで編集モードを抜け出します。これで通常のプレイモードになったわけです。そして音の大きさとかは左のところのゲインとかで合わせてもいいんですけれども、それではちょっと難しいですので、ここのボタンを押すとこういうふうに立体的に見れるようになります。これは真ん中にメインボーカルがあるということになるわけですけれども、前と同じように真ん中に近づけば近づくほど音は大きくなります。そして離れたら遠くなりますし、左右のパンを変えることができるようになっています。このようにしてハーモニーを作るわけです。あと微妙なところでファインピッチというのもあります。セント単位で設定ができます。一番上は半音上の100セントというふうになっていまして、下も100セントまで動かすことができます。ファインピッチとそしてディレイというのも2つともがいわゆるヒューマナイズドするためにあるものです。人間がハーモニーするときっていうのはそんな正確に歌えませんし、逆にプロのコーラス隊の人なんかはちょっとフラット気味に歌おうとか、シャープ気味にハモって少し明るいハーモニーを作ろうとか、そんな微妙なことがハーモニーのプロというのはできるわけですけれども、そういうふうにしてファインピッチを合わしたり、もしくはディレイで若干ずれて歌う、ボーカリストの音を聞きながらハモったりしますので、ちょっと人間の頭脳が聞いて歌うという、ここにタイムラグが生じます。ですから10ミリセカンドから20ミリセカンドぐらい若干後ろへ送ったりするとハーモニーが自然になったりしますので、そういうテクニックのためにこの2つのパラメーターはあります。先日も発表しましたネクター3の時の動画でですね、この MIDI というこれの使い方、それも話しましたが、今日はそこまで行くと複雑になってしまって初心者の人とかが分かりにくくなるので、今日のところはこの辺で止めておきます。このようにハーモニーを作ったらどんな感じになるか、ちょっと聞いてみてください。はい、こんな風にハーモニーが作れるわけです。何せ今日はですね、一番言いたかったことは、この鉛筆マークを使わないと編集ができません。それを皆さんに早くお伝えしないと、なかなかこれに気づかない方もおられるということもありまして、今日はファーストインプレッションとしてアップしてみました。またこれから深掘り、そしてオゾンの11も新発売ということになりましたので、次またネクターの深掘りとオゾン、これを
解説していきますので、皆さんもしよかったらチャンネル登録などをしてお待ちください。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。